はい、こんにちは。こんにちは。約1ヶ月ぶりで。そうですね。今日は体調いかがですか？疲れが、はい、疲れと闇が溜まってきましたので、闇が溜まってきましたんで、ちょっと今日久しぶりに、ちょっと足の方もやってもらおうかな。はい、かしこまりました。多分痛いじゃないかなと思う。そうですよね。こう立ってるだけでも、はい、足の裏が張ってるのがもうわかるんですよ。そうなんですね。もうそこまで来ちゃいました。なんか言われてみると、ちょっとお顔色も、そうすか、優れない感がちょっとありますね。申し訳ないですね。全然、はい、はい。じゃあ今日はこれからリフレットセッターやっていきますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません。シャボン使いますね。はい。おあったかい。今日寒いですもんね。寒いですよね。なんか。とても冷たくてね、なんかとてもされていたよ。ないですか、ね、大丈夫です。はい、どっちの足の方が辛いとかありますか？ああ、もうその均等に。均等に。はい。はい。特にやっぱり足裏、口踏むのあたりですかね。ですね、はい。はい。足つっちゃったりとかありますか？あ、それはないですね。ない。はい。確かに冷えが、寒さがあるみたいで、シアバターも硬くなってますね。だいぶ涼しいですよね。涼しいですね。ジャンバー着てちょうどよかったですね。そうですね。なんか多分半袖じゃ寒いですよね。まあそれで歩いてる人いましたけどね、散歩、犬の散歩しながら。あ、本当ですか。うん、すごいな、確かにすごいなってなるぐらいの、寒さですよね。ちょっとジージャン一枚で寒いですもんね。いや寒いですよ ね。いよいよやってきますね。はい。うわぁ、もうすでに痛い。ちょっと軽めに。いやぁ、捉えてますな。悪すぎですね、これ。いや。はあ。ああ。うん。
1年半ぶりくらいですかね、やってもらうの。そうです、結構久しぶりなんですよね。ですよね。うわさ、やっぱ冷えてますね、指先ね。ピンポイント。いやいいっすね、なんか汗かいてきましたね、手に汗出てますね、汗出てますね。ゴリゴリ言ってる。言ってますね。汗出てますね。指が痛そう、物語ってますね。痛そう。痛そう。ちょっとやっぱむくんでますね。いいとこないっすわ今のところはやばいやばい、ちょっとですね、これですね、ああむくんでますね。はい、なんかあれじゃないですか、背中とか腰今辛くないですか。ご名さんでございます。なんかちょうど背骨のだいや、どこ触れても痛い痛い左はどうぞ流します。じゃあ右やっていきますね。はい。
Thank you.